レダウガはいたら、あ、来た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 、こいつだ。これですね。目的地設定して、よーし、じゃあやっていきましょう。とりあえず武器を笛にして、バフの準備して、OK、近づいたら、行こうか。すごい場所登ってる。え？あ、あれか。高台エリアみたいな場所か。セクレトくんが微妙に暴走してる。よし、一旦降りて、ちょっと演奏します。重ね掛けして、OK。武器切り替えで。こんにちは。高麗竜レダウ。よろしくお願いします。はい。あれ、初手の見切りミスるのは、あー痛え、ダメージでけえ。初手の見切りミスったしてか、最初はあれだか良かったね。あの奇襲攻撃すれば良かったね。死んじゃう、スーパーはやばい。あっ、あの地形？どの地形？これか？ああ、ここから奇跡だね。多分。はい。よいしょ。おいでー。あ。何もなかった。やばい。意外と攻撃判定は狭いのかな、あの技。今のが例のレールガンモーションだね。見切りのタイミングが合わせられない。とりあえずこいつは、足はそんな柔らかくないね。まあ、やっぱ頭、尻尾あたり狙っていきたいかな。OK、 ゲージ回収して、お直してくれるんだ、異常状態。ありがた。おともくんやるな。はい、見切りして、ゲージ回収して、あっぶね。 OK、 クエスト開始。はい、外していく。痛い。はい、マジで攻撃がでかいのと、うわ、まずい、うお、攻撃がでかいのと、飛躍で回復できないのが、やっぱ、これまで飛躍に頼ってたから、お、乗っていく。飛躍に頼ってたから、ちょっとあれだな。とりあえず傷つけをいっぱいしていきたい。移動して、おー、なんか勝手に倒れちゃった。まあ、よし。はい。鬼神試して。はい。これで。あー、大丈夫か、1。いやー、大丈夫じゃなかった。力よ、湧いてこい。なんだ、お供のそれ。あれかな、お供の応援笛的なやつかな。はい。傷つきどうしようかな。さっさと攻撃しちゃうか。はい、 OK、 ダウンはしないと。あ、方向じゃないな、エリア移動ね。いや、まあでもなんとかなりそうなくらいの感じではあるかもしれない。演奏して、重ね掛けで攻撃力アップかけといて。これさ、奇襲攻撃いけるのかな、この状態から。奇襲攻撃何回も打てる。待って、武器太刀になってない。よし、この状態で奇襲攻撃は、あ、できる。熱っ、いいね。こうやって奇襲攻撃重ねるだけでもだいぶ、おお、見切りができない。はい、奇襲攻撃重ねるだけでも結構なダメージになりそう。タイミングがまだつかめてないから普通に見せちゃった。
はい、いやー見切れないか。これフレームレート優先だとどうなるのかもちょっとやってみ、あー死んじゃう死んじゃう、助けてセキュレート、あぶねー怖えー、怖いけどこの大技意外と回避楽そうかな。よいしょ、いやマジで赤人切りすごい滑らかに動いて攻撃出せるから結構火力高そうだよね。よーし解放無双切り、はい回避して、いや痛え、そっか連続攻撃だからさすがにダメか。あー危ねえ、回避方向ミスってなかった。はい、意外となんか今作のモンスターさ当たり判定がしっかりしているのか意外と攻撃が当たらない気がする。はい、あーダメか、あやばそう、あやばそう、一番、おーこれだ、あさっきまでのレールガンとレベルが違うね、一番やばいレールガンって感じ。これがなんか大技の中にも段階あるんだね。オッケー、いいね。キリキリ線強くね。これあれな、ああ名前レイゲーナモーション。さあ、よいしょ。刃抜刀鬼神の後にな。ああ、ぶねえ。刃抜刀鬼神の後に見切り打てたら強いんだけど、さすがにそれは強すぎるのか。当たってないてか、そうだ、居合抜刀鬼神の後に、あ居合抜刀鬼神でゲージ回収できるようになったんだからそれ使わないともったいないね。うわっありがとうございました。いやーしっかり見て回避するべ、回避じゃないや、見切りするべきだった。ワンパンだー。ということで、まず一応つ、ありがとうございます。まあ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 、一応つからスタートみたいなところね、始まりみたいなところありますから全然余裕。音がかっこいいな、なんか空飛んでる時の音が金属音みたいな、グオーングオーングオーンって、この金属擦れるみたいな音面白いよね。よいしょ、いやーゲージが足りてない、ダメかー、ガッチガチだよ、ガッチガチ、何がガッチガチ、何をされたのかがわからない。いやー見切り間に合わないな、なんかなんか見切りが間に合わないのは俺が下手なだけなのか、それとも入力が若干違うのか、いや俺が下手なだけな気がする。うん、はいはいはい、いやー痛えー、意外と横範囲がある。セクレットを助けて、回復ありがとう、回復、はい、いやー見切りができない、小型モンスター来たー、マジで見切りが当たんない。傷つけ部位を攻撃してゲージ回収、ごめんな、なんかやり方がせこくてごめんな、ちょっと俺が下手すぎてうまくできないんや。回避、タブと割り当てていきたいけどな、まあ赤人切り使っていった方が安牌かな。はい、赤人先天山、意外とこれもモーション高いよね。やばすぎお前、それはあかんだろう、はあ地面に頭埋め込んでさ、どこに発射するかわからない状態で撃って、えー、ちょっとそれは世間は許しちゃくれませんよ。はい、こんにちは、降りておいで、うるさい、
はい。この攻撃タイミングつかみづらそうだよな。回避して、いやー、見切りのタイミングが早い。なんか手がちょっと後ろにある状態から打ってくるから微妙にタイミング合わせづらいんだよね、あの攻撃。はい、よーし、見切っていく。素晴らしい。で、これは好き。はい、いいよ。はい、よし、ちょっとずつ動き合わせられるようになってきたかも。いや、痛い。もうちょっとのダメージも回復してこう、セクレトに乗って。せっかくセクレトがいるからね。よっしゃ、乗り切っちゃー。乗り2回目熱い。全身傷つき入りますよ。1、2、3、 OK。 あ、いや、3回打って傷ついてねえな、頭。あ、ついたね。あとは尻尾、尻尾移動できるのかな。あ、尻尾移動できないかも。尻尾移動できなそうだね。攻撃しよう。バットフィニッシュ。はいはい、これ超かっこいい。キーかっこよすぎ、マジで。避けて、はい、弱点集中攻撃。ダウンしないかな。 OK、 V 破壊、頭部破壊。はい、あー、なんだっけ、移動時移動方向しそうな見た目してるけど移動方向しないんだよなこいつ。ほら、え、奇襲攻撃もできない。いやー、てかツタ今の引っかかんないんだね。だから奇襲攻撃するんだったら奇襲攻撃のこと考えてちゃんと着てる状態で来ればよかった。ゲージ回収までさせてくださいね。で、移動先に兜割り。はい、当たってない。これは、いやー、なんかなんだ今の。やばい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 。よし、今の攻撃あれなんだね、最後グッてなんか溜めて広めの範囲に攻撃してた。待って、間違えた、間違えた。なんか武器、え、固まってる。レダー武器太刀になってなかった。降りて、この攻撃は一よけ簡単にできるから割と攻撃範囲狭い。ひ、怖すぎ。かっこいいなこれ。この角開いてレールガン撃つと普通にかっこいいよね、モンスターの仕様として。どっち行った、どこ行ってる、にゃんこ近づいておいで。はい、いやー、見切りができない。まあ、赤状態は通常のフリモーションバンバン使っていくのもありなのかな。やえー、このモーション膨れみきて奇襲攻撃。よーし、はい、見切りして攻撃。うっ、位置が悪かった、まずい。はい、弱点集中、集中弱点攻撃。オッケー、ダウン、素晴らしい。頭に兜割り、電気、あー、位置がちょっと微妙だったかしら。撃て、ふっ、避けて避けて避けて、ちょっと回復入れて避けて、
あ、今のはあれなんだ、回避判定じゃないんだ。はい、見切りできなかったけど、ワンパンじゃなかった。これあれなのかな、もしかしたら天候によってダメージ量ちょっと違ったりするかな。なんかワンパンダメージだと思ってたけど、意外とワンパンじゃなかったね。あ、これがワンパン技の方か。いや、モーションが違ったわ。逃げるな逃げるな逃げるな、オラオラ。いや、これ赤人斬り強いな。割とほぼ定点で結構なダメージ出してくれる。赤人斬りは赤状態でが、なんか下手に鬼人斬り打つよりじゃんじゃん赤人斬り狙っていった方が良さそうだね。ぐらい買って、あー、バールハーラいる。ちょっと待って、はじめましてバールハーラ、はじめましてじゃないや、2回目まして、バールハーラさん。はい、君ちょっとこっちにおいで。ヘイレダウー、バールハーラくん連れてきたよ。あれ、奇襲攻撃強い、奇襲攻撃できるし奇襲攻撃めっちゃできるな。お、やるやんけ、バーラハーラ。なあ、バリア争いいいなー。お、あ残念、お前じゃダメだった。全然火力が足りてなかった。そもそも攻撃できる土俵にすら立ってなかった、バーラハーラ。あれ、バーラハーラもう1体来た。え、バーラハーラ2体目来たんだけど。熱っ、仲間がやられたら今度は俺がやると。ねえ、お前砂潜ってる中に、バーラ砂潜ってる時にさ、レダウの方向食らって音バグ効果で出されてんの、なんかすげえダセえ。頼むよ、頑張れよ。え、逃げた？おい、バーラハーラー、ちょっと君そん、お前ちょ、連れてってやる。俺が連れてってやるよ。ね、めっちゃ逃げてる、めっちゃ逃げてるんだけど。はい、ちょっとバーラハーラくんさ、そういうところじゃないの？これ、初見で回復アイテム補充なしとかでソロで勝った人、普通にすごいかな。で、ここが一応レダウンの巣のエリアになりますね。旧雷石。溜め込まれた電気を発散させる方。へい。おー、すげえ！あれ？あ、やべ、起きちゃった。やべ、起きちゃった。こんにちは。あー。これあれか、発散させるだから、その、なんていうの？当たってない！発散させるだから、周囲の電気を消すだけじゃなくて、この、レダウの体にまとわりついている電気も飛ばせるのかな？はい、ゲージ赤まで持っていって、待てよ。これ本体につけると、あー、電気貯めてる時に本体にやってもさすがに変わりないか。めっちゃにゃんこ狙うやん、お前。この辺につけといて地面の電気を消しとくと、なんかね、レダウのモーションが地面の電気に伝播して追加ダメージみたいな発生させるっぽいんだけど、多分それを回避できるんだよね。疲れてんね。めっちゃ疲れてる。はい、いやー、思ったよりモーションがのんびり、今地面がバチバチってなったんだけど、今のがこの地形によるやつだね。意外とモーションがゆったりしてるな。あ、ゆったりというかディレイというか、
いやーこのモーション、うおー、いや疲れてるからあれだ、モーション速度が全体的にすげえ遅くなってるんだ。頭傷ついてるね。はい、ダメでした。よいしょ。はい、ダメでした。下手かも。ここ弱点、集中弱点行為。よーし、兜割りまで行きます。はい、天地開放、無双斬り、怒り方向を回避して、ゲージ回収からの、何それ、レールガンか、レールガンのためモーションだね。さっきの石さ、この帯電状態時、やばい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 、この帯電状態時に当てるとなんかなるのかな。おお、やっぱ顔の電気弾けさせられるね。これ結構知っとくと便利要素かも。傷つき部位はないから、まああとはもうガンガン攻撃していきましょう。このためモーションも結構怖いんだけど、どっちかというとあの超ためまくってるやつがやばいんだよね。やば、石人斬りの状態強いな、マジで。なんか攻撃が割といっぱい打てるし、なんだっけ、石回避モーションも優秀で、一旦セクレト祈って、あーにゃんこ狙いだ、剣研いで、ほらその顔のバチバチさ剥がしてやるよ。剥がれなかった今度は。あ、あー、顔開いて赤くなってる状態、全部傷つけ部位みたいになってるんだ、判定として。あーね、じゃああの大技もこんな感じで結構隙として狙っていけるんだ。相手、いやこれは回復、もう細かく回復して絶対死なない方針で大切ですね。避けてこの後のこの顔、あでももう壊れてるな。よいしょ、エリア移動、なんか体力がなくなってから長いな、これさ、あじゃあこれさ、この状態、見つかってる状態で隠れ身の装備切ると隠れられるのか、隠れられるか、あ、隠れられるね。これで奇襲攻撃いけるのかな、いける奇襲強くね。傷口が羽にある、オーケー、いたー、見えない見えない、よいしょ、あー尻尾切ってねえな、尻尾切り狙うか、さすがに今から尻尾狙いは厳しいか、いやワンチャン、ワンチャン壊せる説ある、ワンチャン、オッケー、ナイス、やるやん、ほんとも痛い痛い痛い、痛くなかった、はい、よし、あ痛いか、あ痛くなかったかもダメだ、何でも痛いって言ってしまう、はい、いやー下手か俺、よ怖い、体力はもう半分以上、半分以上は絶対か、8割を下回ったら回復、これが面倒だけどしっかりすることによって、あのね、事故率を減らせるんです。マジで刃抜刀鬼神斬りが全然成功させられない、最近モンハンやできてなかったからな、とはいえだけど、よーし、避けて、
お疲れ様でしたー。うおー、倒したそれだ。さすが僕の相棒。結構時間かかったね。あ、クエスト情報が見れない。20何分だこれ。28分9分くらいだね。お疲れ様でした。逃さないように。ね、弾取れたんだけど雷玉取れたんだけど。すげえ、ちゃんとアルマさんがモンスターを見てる。見てる。語彙力がゼロ。ありがとうございました。いや、レダウ結構黄色いね。こうやって見るとなんか黄色と緑って感じの色合いで、そこに青が入ってて、あとは黒か。かっこいいなー。いや、さすがに装備もあって強かったし、まあ、モーションが全体的にゆったりだったり、ちょっと後ろから伸びてくる感じだから少し戦いにくかったけど、でも慣れたら結構両モンスっぽい感じするね。はい、レダウの調査、28分22秒48クリアでした。激鱗まで取れた。土砂熊に破壊されちゃった。あ、待って、すげえ、死体の色合わせて虫湧いてる。へえ、すげえ。こうやってだんだんとモンスターの死体なくなっていくのかな。ちなみにこの虫はさすがに捕獲できないか。うわ、すげえ、色がなんか赤っぽい感じに合わせてるね。